こんにちは。はい、本日はフィフスで秋服を大量購入したので、そちらを使ってプチプラファッションショーをしていきたいと思います。はい、とりあえず結構買ったので、そちらをこんな服買ったよっていうのをバババババッと説明していきたいと思います。はい、まず1点目はこちらです。タートルネックのロングニット、じゃん。はい、次いきますね。次はワンピース、黒のワンピースです。花柄のワンピース、これ後から全部切るのでこんな感じで紹介します。黒のワンピース。はい、次はこちら、スカシアミニットみたいな感じです。この色かわいい。はい、次はセットアップ、黒のトップスと下がスカートがセットアップになってるものです。次が黒のニット、タートルネックニット。はい、で次がいっぱい買ってますね。こんな感じの水色のカーディガンに、この水色のワンピース、ニットワンピースを合わせてセットアップとして着る感じです。はい、最後にこのバッグも購入したので、こちらも合わせてコーディネートしていきたいと思います。こちらのトップスもでした。合わせて着ていきたいと思います。はい、1着目、かわいい花柄です。このね、透け感がかわいいな。はい、これは黒のバッグも買ったので、こちらをこんな感じで合わせてもかわいいかもです。こんな感じ。ちなみにこちら、こういう紐もついてたので、これをこんな感じでウエストで結んでウエストマークして着るのも可愛いかなと思います。ありでもなしでも可愛いかな。うん、はい、スタイルアップ。はい、次は水色のニットセットアップ、こんな感じになって、インナーはこれ1枚でもね可愛いんですけどね、ちょっと秋とかは肌寒いので、こんな感じでセットアップとして上を合わせてあげるとめちゃめちゃ可愛い。この色可愛いな。なんか色が白く見える気がする。これをここに通して結ぶ。キュッて。リボン結びとかしない方が好きかも、私は。こんな感じでちょっと肩落としてしても可愛いかな。こんな感じです。水色可愛いな、やっぱり水色私めっちゃ好き。こんな感じ、可愛い。次、はい、参考でね、こんな感じです。じゃん、可愛いですよね。こういうちょっと袖が長いデザインも可愛いし、こんな感じでちょっと肩落としてきたりしても可愛いかなと思います。はい、次、はい、次はこちらの黒のタートルネック。はい、こんな感じで結構短めの丈なので、こんな感じでパンツに合わせて可愛いかなと思います。はい、真っ黒コーデもね可愛いなと思います。冬とか特に首結構しっかり詰まってる。こんな感じです。痛い。
きはこんな感じのオールブラウンコーデ、下にパンツもブラウンを合わせてます。横にもスリット入ってるので可愛いかなと。こんな感じでパンツ合わせじゃなくても可愛いと思います。タートルが太くて可愛い。はい、次も全身黒なんですけど、セットアップとして着れるやつです。オールブラックもたまには可愛いなって感じです。丈も短め、こんぐらいで。はい、次。はい、こちらラストです。トップスなんですけど、下に履いてるスカートは私物です。こんな感じ、ワンショル去年とかも流行ってて結構着てたんですけど、今年も可愛いなと思って購入しました。こんな感じ。このコーディネートはガーリーな感じなのでスカートにしました。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでご紹介しました。フィフスでは定期的にクーポンなども出てるので、皆さんそちらもぜひチェックしてみてください。バイバーイ。